い、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学44日目やってまいりましょう。今日はバレンタインデーですかね。皆さんはチョコ渡しましたか？受け取りましたか？そうそうしますよね。そんなわけで今日はこんなテーマです。バン、全然関係ない、バランスを取るということです。で、このバランスっていうのは人生におけることなんですが、まあ、たった一度きりしかない人生ですよね。ところがやることがめちゃくちゃ多いんですよ。ね、例えばこんな感じですよね。仕事、勉強、子育てに家事、遊びたいし、人付き合いもある、エトセトラってね、もうやること多いですよね。今、ちょっとピックアップしただけでもこんだけあるんですよ。で、一体何に重きを置いて過ごすことが、自分にとって、今この動画を見てくださっているあなたにとって幸せなのか、で、どれがやりたいことなのかっていうことを考えていくと、まあ、全部が全部やろうと思っていたら、当然ながらキリがない話ですよね。で、さらには、やりたくないのに、例えばお金のためとか生活のためっていうのに強制的にやらなくちゃいけないこともたくさんあります。で、人生を生きる上でのバランスを取るためにどうしていったらいいのかっていうのを今日はほぐしていきましょう。はい、ということでですね、まあ、よく皆さん聞く言葉としてあるかもしれないんですが、ワークライフバランスっていうのがありますよね。まあ、一体何かっていうと、まあ、人生を過ごす際に何に比重を置くかっていうのは重要なんですけれども、要は人生において仕事とかそれから私生活とかっていうものの、塩梅を良くしていくっていう、そういう話なんですよね。ところがこれを考えすぎるがゆえによく陥りがちなのはですね、もう何でもできるっていうふうに思い込んでしまって、でも何でもかんでも自分の1日のスケジュールとか、ね、年間のスケジュールとかに詰め込んでてしまうんですよ。やりたいことばっかりに結構目が行きがちなパターンもあったりするんですね。どうバランスを取ったらいいかっていうのがわからないで、舵切りを人に任せてしまうと、こういう風にしてくださいとか、誰かが指示を与えてくれるまで待っているっていうパターンもあるんですよね。で、こういうのっていうのは、何でもできるとか、やりたいことばっかりやろうよとか、ちょっと誰かお願いしますっていう風にするのは、結構若い人が陥りがちだったりするんですよね。今回のハーバード心理学をご紹介している、これ自体を書いている著者も20代でこの罠にはまったっていうことを言ったりしてるんですよ。そんな中で、とはいえバランスっていうのは実は年齢とか、あるいは自分が住んでいるとかいる場所の環境によって変わったりするんですよね。で、優先したいものっていうのはすぐに変わっていくんですよ。例えば子供の頃だったらゲームがしたいとか公園で遊びたいとかってなってくるんですよ。同じ時間、例えば1時間があったとしたら。ところが大人になったらもう寝たいとか、ちょっと気分転換にドライブに行きたいとかって、やりたいこととかしたするべきことって、まあ、すぐに変わっていくんですね。移ろっていくと、で、したいことをする時間が取れなくなってしまったりとか、やりたくもないことっていうのは次々と押し寄せてくるんですよ。で、そうするとやろうと思うこととかやりたいこととかが数多くあればあるほど、一つ一つのことに対しての満足感っていうのも下がっていって、仕事に一生懸命打ち込んだとしても、家族と楽しく過ごしていたとしても、まあ、何一つなんか物足りないなとか、次のことを考えて不安になったりとかっていう状態になってしまうんですよ。だから結局自分が限られた人生、たった一度きりしかない人生の方針、このために生きるっていうのをあぶり出していく必要があるんですよ。ここでワークライフバランスを取らなくちゃいけないっていうことなんですね。で、この本のハーバード心理学の著者に関しては、こういう方針を5つ掲げたんですね。1つはいい親であること、2つ目はいい夫であること、3つ目仕事を充実させること、4つ目いい友人であること、5つ目に健康であること。で、このしたいことっていうのを全てしようとしてしまうのではなくて、この5つの立てた方針、健康でいようとか、いい音でいようとかっていう中で、どの程度の活動を行うのがちょうどいいのか、じゃあそのいい音になるのと健康的です、いるためには、その人生の限られた1日の24時間の中でとか、1ヶ月の中でとかで、どういうふうに、例えば2対2とか2対4とか、あるいは4対2とかっていう風にするのがいいのかっていうのを考えたんですよね。で、完璧な世界と現実っていうのがやっぱりどうしてもギャップがあると。で、完璧な世界だったら自分は例えば
ね、1日12時間働くことのできる力があって、週6日はその中でも運動する習慣があって、で週5日は家族と外食や遊びに出かける時間を設けて、でさらには友人とのホームパーティーも週に1回やっているんだっていうのが、まあ、理想の世界なわけなんですよね。ところが現実はじゃあ実際どうなのっていうと、まあ、1日8時間働くのが体力的にも集中力的にも限度ですよね。週3回も運動ができたらいい方、しかも1日3時間とかも運動時間ができなくて30分のウォーキングができたら十分な方じゃないかなっていう、で家族や友人とは月に1回イベントがあれば上出来な方っていうことなんですよね。でこう見ていくと12時間働くとか、それから週に5日家族とイベントを過ごすっていうのを考えると、8時間しか働けなくて月に1回しかイベントを設けられないっていう理想と現実のギャップに結構がっかりしてしまうんですね。ところが本当は現実を我々生きていかなくちゃいけないので、その理想に対して期待をするんではなくて、これがちょうどいいと、こういう過ごし方ができてたら自分は幸せだっていう場所を知るべきなんですね。で当たり前なんですけど、食事も食べ過ぎたら苦しくなりますよね。もうこんだけ美味しい、うわめちゃくちゃ美味しいと思って食べまくった結果、苦しい、やばい、吐きそう、動けないって状態になるじゃないですか。遊びも仕事もやりすぎると、それを離れた途端に虚無感に襲われることがあったりとか、やりすぎて疲れてしまったっていうことがあるんですよ。だからこのくらい遊べれば十分、このくらい仕事をしていたら十分満足を得られるっていう、この境界線を知ることっていうのが大事になってくるっていうお話です。で、まあ、さっきの食事も同じなんですけど、コップ一杯に注ぐことのできる水の量って決まっていますよね。200ミリとか300ミリリットルとかで、あなた自身の心も同じで、満足感で満たすことができる心の器の大きさっていうのも決まってるんですよ、ね、100とか200とかちょっと数値で表しにくいかもしれないんですけど、でどのくらいであなたは満足することができるのかっていうのを知って、そのために集中できる力を身につけていくことが重要ですよっていうことなんですよ。だから足りないのもダメだし、多すぎるのもダメと、ちょうどいいバランスは何なのっていうのを探っていくと。で結局どうするかっていうと、時間の使い方なんですよ。時間の使い方が一番重要になってくるんで、諦めること、つまりやらないことを決めるっていうのが大事なんですよ。人間やりたいことをピックアップ出していってしまうと無限に出てきてしまうんで、何やらないのっていうのを決める方が重要だということなんですね。じゃあ人生であなたにとって重要なものって一体何っていうのをリストアップしていきましょうということです。例えば仕事ですか、家族ですか、それとも恋愛ですか、友人、健康、旅行、趣味、どれに没頭する、どれに比重を置いて時間を使っていきたいかっていうのを考えていくと。で初めに分野ごとに理想的には何がしたいのか、でそれぞれにどのくらいの時間を使いたいのかっていうのを書き出すと、仕事に対してとか遊びに対して、で仕事に12時間、遊びに12時間とか使いたい時間を書き出していくと、例えばこんな感じですね。仕事、社会的に有名になるために1日の半分を使うと、で家族と親密性を深めるために毎月どこかへ旅行に行くと、健康のために老後を迎えても自力で歩くために1日3キロ散歩をする、っていう風に決めて、ところがその上で何を諦めることができるのか、何が絶対に必要なのかっていうのを書き出していくと、で仕事に12時間も使わないといけないですかと、ね、家族との親密性をするために旅行がいいので、月に1回のペースがいいので、健康維持には3キロの散歩で十分って、それともそんなに歩く時間あるのと、距離的にはそれでいいのと、で他にもっとちょうどいい満足ができる塩梅って他にないのっていうことを探す。で書き出してみたことっていうのを今の生活に盛り込もうとした時に、果たしてそれは現実的なのかどうかっていうのを見ると、だからここにちょっと書いてないんですけど、改めて自分のタイムスケジュールっていうのも書いていくんですよ。書いていった時に理想の過ごし方と現実との塩梅を見た時に、これを今から今のタイムスケジュールに盛り込んでって、果たして現実的に実現可能なのかどうかっていうのを考えていくと、そうすると必ずほぼ必ずと言っていうほど多くのことを長い時間やろうとしているっていう結論に至ると思うんですね。で反対に少なすぎたりしてないかっていうこともあるんですけど、あなたがこういう人生を送りたいなっていうふうに決めていても、あなた自身が過ごし方の邪魔をしていることっていうのがあるんですよ。例えば理想で言うなら、リゾート地に行って一日中本を読んでいたいとか、それから仕事はもう8時間でしっかりと区切って、で
プライベートを充実させるとかっていう風にやってるのに、仕事中にダラダラしてしまったりとか、リゾート地で過ごすためにお金を稼がなくちゃいけないけど、それをスマホ見たりとか、友達とペチャ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 喋ったりとかっていう風に、ちょっとでもお金を稼ぐとか時間を作るとかっていうのを自分が邪魔しているっていうケースがあるんですよ。だから最適なバランスを取るためには、何を削って何に使うかで諦めるべきことっていうのが結構あぶり出される結果になるんですね。で、やらなくてもいいっていうことを含めて、さらには自分自身の変化とか周りの環境の変化とか、その時々の必要なことややりたいことっていうのは日々移ろっていくんですね。だからまずは何を考えるべきかって、だからまず考えるべきは何をするのか何をやりたいかではなくって、やりたいこととか何をするのかって日々変わっていくんですよ。でも何をやらないかっていうのって結構固定化されてるんですよね。スマホダラダラ見るとこれやるね、どんな生活を過ごすにしても必要ないことじゃないですか。で、だからリストを見直して最適バランスを取るためにはどうしていったらいいのか、何をやらないのか、何を諦めた方がいいのかっていうのを考えながら、ぜひ書き出してみていただけたらと思います。はい。ということでですね、ワークライフバランスを考えるためにはやらないことを決めましょうということです。とはいえ、まあ、自分の人生の中でどうにもならない、あなたの力でどうにもならないことっていうのは非常に多いんですよ。だからやらないことを決めつつ、このために生きるんだっていう行動の方針を作っていくことっていうのが大事なんですよね。だからこのために生きるんだ、でもこの方針のために向かって走っていくためにはこれとこれとこれはやらないよっていうことを決めちゃうと。で、周りに何を言われようが、自分にはこれが大事だって思えるものがあれば、もうそれに必要なことだったらまっしぐらで走っていっていいんですよ。必要のないことはバチッと切ってしまっていいっていうことなんですよ。で、自分の人生ね、誰も責任取ってくれないですよ。お前こうやれあやれって言ったって、でも生きていくこととか家族と過ごすこととか遊ぶこととかお金を稼ぐこととかっていろんな手段がある中で、こうやれあやれって指定されてもそれでうまくいかなかったら、あっそうで終わっちゃうんですよ。残念だねで終わっちゃうんですよ。誰もあなた自身に人生取ってくれないんで、だったら私はこうやりますっていうのを、まあ、後ろ指さされようが貫いていったらいいっていうことなんで、で僕もいろんなところで否定されたりとか、うまくいかねえうまくいかねえって言われ続けてきたんですけど、それでも顔を貫いてこうやるああやるっていう風にやったら、存外幸せな人生を送れてるなっていう風に思いますん で皆さんも、まあちょっと偉そうな言い方かもしれないですけど、そうやって貫いてやっていく方が絶対幸せをつかめ取れるんじゃないかなっていうふうには思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。